宴をきちんと教えてあげたり、これを使うことによってフロートが作れるんじゃないかなって。マジで。SNS マーケティング副業で不労所得を作りたい。作りたい。なんか詐欺師っぽいね。絶対に儲かる不労所得、楽して稼ぐはもう詐欺の三条句。大前提なんですけど、楽して稼げるわけねえだろっていう話なんですよ。ほんそれ。いやそうだ、絶対に楽して稼ぐことはできません。だけれども、はい、めちゃめちゃ頑張れば不労所得は作れる。だって僕持ってるもん。聞きたいですね。いやでもこれはね、僕前提としてなんですけど、1日12時間働いて頑張ったとか思いませんよ、僕本当に。ほうほうほう。毎日1日14時間とか16時間とか働いて、まあまあ今日も頑張ったかな、まあまあ通過ぐらいのそれぐらい働いて不労所得作ってる人間なのでお前それ不労かっていう話ではあるよね。まあそうね、本当世間一般では8時間以上労働したらもうダメだからね。労働基準法を完全無視した働き方で不労所得を作っている男なので、あの逆に言わせてください、はい、信用値高いよ。聞きましょう、はい、ということでね、今日は SNS マーケティング副業で不労所得を作りたいということで、このやり方をやればちゃんと不労所得は作れます。だけど甘くないし簡単じゃないし、そんななんか楽々して稼げるとかではないので、そちらはね答え前提でお願いしますということでね、それではやっていこうと思うんですけど、これ大前提として SNS マーケティングの副業でよくあるのは、はい、SNS 伸ばしますよとか、もう運用代行とにかくやりますよ系の副業、これ今もうダメです。ダメなんだ。ダメです。俺ら SNS 伸ばす。そう。ダメって否定されてるけど。いや大丈夫？いやそうなのよ。っていうのも何言ってるかっていうと、僕たちみたいな本当に実力がある人たちがもうやってるわけよ。はいはい。だから副業でやりますなんていうところでやっちゃうと、結局のところ実力があるところがすでに参入しているんだから、あなたたちが今それをやったとしても伸ばせなかった時に詐欺みたいになっちゃうでしょ。だから結局のところ本当に実力があるところがもうすでに参入しちゃったの。昔まではいけた。2年前とかだったら素人とかでも TikTok 運用ですとかでできたんだけども、今は素人がシンプルに入ったら詐欺みたいになっちゃうから、僕たちから教わってるとかならまあ前提わかるんだけど、何にもやってない人が SNS マーケティング副業ですは詐欺になっちゃうからね。やりましょうね。そう、本当にそういう詐欺的な稼ぎ方は良くないかなっていうところでございます。これその前提の上で言うのであれば、今は宴がおすすめです。宴、はい、なんかこれ聞いたことあるな、宴って。はいね、もう2本くらい動画撮ったでしょ今だったら SNS マーケティング副業で宴をきちんと教えてあげたり、これを使うことによって不労所得が作れるんじゃないかなっていうのは僕は思ってますね。おー、宴って、いや僕の今まで聞いた話だと、宴はシステムを導入して、まあ、金額2万円払ってビジネスに役立つよっていうのは聞いたけど、何が不労所得なの？はい、2つ不労所得であるっていう理由がありまして、まず1つが宴っていうのがマーケティングツールの中でもビジネスのかなりの大半をですね自動化できるツールなんですね。ほいほいほい。なのでその自分が発信した、例えば YouTube があります。その YouTube がずっと回っていったら、宴を使ってることによってその宴がさ自動的にお客様対応とか商品の販売をしてくれるから、まあ、自分が何もやらなくても YouTube をポッて出しておけばもうずっとお金が返ってくる。ああなるほどね、まあ、宴を利用して、まあ、他のところも収益化しようっていう話か。はい、はい、それもありますし、もう一つがあの宴ってアフィリエイトがあるんですね。ほうほうほう。アフィリエイト、アフィリエイト報酬っていうのが、詳しい金額はちょっと言えないんですけども、はいはい、月額で毎月チャインチャイに入ってくるものなので、毎月の登録料っていうかアフィリエイトでもう毎月入るってことか。そう、しかもこれじゃあ毎月入るって言ってもどうせ途中で解約されちゃうんじゃないのって思うじゃないですか、うん、でもこれビジネスをやってる僕と、そして宴を自分で使ってる僕が自分で使ってるので言わせていただきますと、はい、宴本当にいいサービスなので、一回宴できちんとビジネスやろうって決めた人は宴やめない。やめられない。マジで。なんなら首根っこつかまれてるっていうね、かなりいいものですので、今回ですね5つ、話していこうと思います。はい。一つ目がですね、そもそも集客はできるんですよ。宴で集客？ちょっとあの言い方を変えると、結局あの SNS マーケティング副業ですってやっても、うん、ちゃんとさ SNS マーケティングできるやつおらんやん、ね、けどきちんとできない人たちが、うん、SNS マーケティングですって言って自分の商品売ったらそれ詐欺じゃん。詐欺。
宴を集客で副業で使うためには、うん、まず自分で SNS のマーケティングをして LINE に登録していただいて、うんうん、そして宴を使うんですね、はい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 、何言ってるかというと宴をきちんと使ったその副業不労所得っていうのは、はいはい、それ大前提として SNS マーケティング成立してるんですよ。確かにもう登録してくれてるからもう成功よな。そう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 、だからなんか SNS マーケティングですとか言ってそのなんか本当に結果が出るかどうか分かんないものを売ってるんじゃなくて、宴を自分で使ってそれできちんとマーケティングを教えますよだったら成功してるのよ、うん、本当に、うん、そもそもきちんと成功しているっていうのが分かるし、うん、かつ SNS で発信して宴を使ってその集客したお客様に自分のそういう不労所得を作るための仕組みだったりを提供したり、うん、っていうことができるので、うん、これめちゃめちゃいいループですよね。なるほど。自分で結果を出してきちんと宴を紹介して、だって今結果が出たものを紹介したんだよね、うんうん、ってことはみんな幸せでしょっていう。幸せだな。もし仮にですよ、これで結果出ないんだったら人にお勧めするべきじゃないでしょ。確かに。っていう本当にそんだけの話なんですよ。2つ目なんですけども、結果が出やすいんですよ。へえ、そうなん。結果が出やすいです。でこれに関しては前回の動画でも言ったんですけども、結局のところ今バズらせるって厳しいんですよ。難しいね。そう、あ、もちろん僕たちみたいなあのプロフェッショナル中のプロフェッショナルはできますよ。それはできますけども、はい、普通の人が副業レベルでバズらせるなんていう、それは難しいんですよ。なんだけどもこれは宴を使った副業っていうのは基本的にバズらせる必要はないです。こちらの動画ですね、あの編集者さんがどっかに出してくれると思いますので、はい、あのこちらの動画であのバズらせる必要がないっていうのは理由は説明しておくんですけど、うんうん、結果出やすいんですよ、シンプルに、うんうん、だってバズらせるって難しいやん。けどチャンネル登録者数100人ならいけそうでしょ。いけるとか再生数100回いけそうでしょ。いけるっていうところで結果が出せやすいんですよ。そして3つ目はですね、じゃあすぐこと言いますよ、ちょっと緊張しちゃうな。3つ目は参入ハードルが低いのに強い人はこのビジネスに入れないんです。え、逆に？そう、参入ハードルは低いんですよ、うん、参入ハードルは低いんだけども、うん、今いる実力者たちがこの SNS マーケティングの副業で宴を使うできないです。意味わかる、意味わかる。これができない、これがすごいのよ。どういうこっちゃだよ。簡単に始められるけどもうすでに別でそういうやってる人たちはもうやりづらい。いや、結局のところさっき言った通り SNS バズらせますとか運用代行とかっていうのは、まあ、参入ハードル、まあ、低いじゃん。あ、まあそうですね、まあ、変な話月々2万円で簡単にも入ることができるってことですもんね。 SNS の運用代行とかって、うん、別に参入ハードル低くないですか。そうですね、うん、もう動画作りますよとか そういうので簡単に始められますね。そうそう、まあもちろん宴だって月々2万円を払えば宴を使うことができるので、うん、まあ、別に構築代行とか、まあ、マーケティングとか教えるっていうのも、うん、まあ、別に参入できそうじゃん、うん、簡単ですね。なんだけども、あの確かに何も持ってない人からすると簡単なのよ。ほうほうほう。なんだけどもこれ前回の動画でも言ったんですけど L ステップとか、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、はい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 、L ステップとかすでにやってる人って宴に乗り換えづらいんだよね。あ、なるほどね。だからそもそも今現在のマーケティング業界だったりめちゃめちゃね強い人たちは L ステップを使ってるわけよ。うーん、だから宴に、はいはい、簡単に入れないのよこっちに。あ、なるほどね。そう、もうこの間言ってた引っ越しと同じだ。そう、もう何も家具も持ってない状態で引っ越しもめっちゃ簡単にいけるけど、もうめっちゃ家具揃えてる状態で引っ越しって超大変なのよ。そうなのよ。だからあのめちゃめちゃお金持ってる、いろんなもう高級品持ってるって人ほど引っ越ししづらいでしょ。うわ、大変。っていう感じで参入ハードルは低いんだけど、何も持ってない人たち、今から始める人からすると低いのけど、もうすでにね結果出してる人からするとそもそも移行が大変。なるほどね。じゃあ本当これから始めたい人はマジでおすすめってことだ。うん、いや本当に、いやあまり有名じゃないからさ4つ目はですね、アフィリエイト報酬がめっちゃしっかりしてる。へえ、さっきなんかアフィリエイトのいいって言ってたけどいいんだ。いや、さすがに金額とかを言っちゃうのはちょっとリテラシー的にあれかもしれないんですけども、まあね、これなんで言っちゃいけないかなって思ってるかっていうと、これ運営に止められてるとかではなくて、はい、宴を実際に使っている人しか知れないようになってるんですよ。でもこれはやっぱり思うのが、宴を実際に使ってみて本当にきちんと宴のことを理解した人じゃないとアフィリエイトって僕やるべきじゃないと思うんですよ。まあ、せやな。結局のところアフィリエイターの僕本当に嫌いなところとしては、自分で使ってもいないのにこの人にどん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 
紹介してさ、最近は某インフルエンサーが炎上してましたけども、あーなるほどね、はいはいはい、うん、確かに自分がやってないサービスは宣伝しちゃいけないねっていうところがあって、だから僕も金額とかは言いませんし、本当に知りたいんだったら宴を使ってみてください。それを使ってみて、あ確かにこれいいなって思ったらアフィリエイトするべきだと思うんだよ。なるほどねっていうところで、まあ、金額とかもね、まあ、別にちゃんと知りたかったら使えばっていう話なんですけども、はいはい。そして最後5つ目はこれ結構大事にしてるんですけど、きちんとしたビジネスに応用できることで、結構大切なんですけど、これはめっちゃ改めて、情報商材屋しか使えないようなさビジネススキームというか、僕嫌いなんですよね。ああ、はい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 。僕情報商材売ってるだけのものをビジネスとして呼びたくない。ああ、なるほどね。高額で商材売ってお金もらいました、はい、おしまい、さよなら、そうっていうのは嫌だ。いや本当になんかそれビジネスじゃなくね、まあ、確かにっていうのを思ってて、だから僕宴をね構築してそれを人に勧めるのもいいんだけども、うん、もうやっぱビジネスって違くないって、だからもっと人をさ喜ばせたりさ、それがビジネスや。情報商材を売ってさそれで終わりです、わー稼いですごいじゃなくて、この宴の仕組みっていうのはいろんなビジネスに応用できるんですね。まあ、例えば飲食店さんとか、うんうんうん、飲食店やりますよっていう時に宴を使って例えばクーポンを配布したり、うんうんうん、自分が本当に真っ当だって言い方は悪いけども、うん、その情報商材売ってやろうとかそういうじゃない本当に綺麗なビジネスに応用できるから宴です。あーなるほどね。僕もビジネスとかそういうのってやっぱ人間関係っていうかさ信頼だと思ってるんですよ、ね、そうですね。宴だとそういう信頼関係を築けやすいってことですよね。そうですね。きちんとしたその情報とかをやってればね、もちろんその詐欺みたいなもので使ってる人もいるけども、きちんとしたそのビジネスとかにつなげて信頼関係を得るっていうのもやりやすいです。まあ、確かに詐欺も仕事もできる、めっちゃ多いと思いますよ。それに使ってない人がアフィリエイトとかね横行してそうだね。なんか、うん、だから僕はね、いやそれこそバズハック始めた理由なんですけども、SNS 業代行ってカスみたいなサービス多いやん。いや多いよ。けどね、本当そういうカスみたいな人たちの方がうまくやるから稼げるのよ。稼げるのよ。あ、だから僕も無理にさそのアフィリエイトの金額はこんなに稼げるよとか言わないけども、シンプルに SNS マーケティング業で不労所得作りたいっていう時には紹介したらその月額が入ってくるし、宴は本当にいいものだから解約しないのよ。だから不労所得になるのよっていうのが僕の基本的な考え方ですね。ありがとうございます。はい、ということでですね、今日は SNS マーケティング副業で不労所得を作りたい方に向けて、まあ、宴についてちょっと押したんですけども、はい、こちら概要欄、リンクの方にですね、宴のインストールがあります。こちら、14日間無料で使えるんですよ。おお、はい、お試ししよう。もう本当にこれ僕はもし仮にですよ、宴クソみたいなものを紹介していたらごめんなさい。いやすいません。でもさ、無料で使えるから。まあ確かにね、その、アキさんにやるテスト入れてみたけど、なんかダメなんだけど。ってなるかもしれないから、まあ2週間実際使ってみて、お、めっちゃいいよ。で、そのまま使っていただければって感じですね。ちなみにですね、多分ですよ、入れてみて使ってみて、なんでダメやんってなると思います。なんでかっていうと、宴ってね、結構何でもできるんだよ。便利すぎるがゆえに使いづらい。マジで便利すぎるがゆえに何をどうすればいいか分かんないみたいな、本当に素晴らしいツールだからこそ何をどうすればいいか分かんなくなるので、こちらですね、僕たちは LINE をやってます、はい、こちらの LINE に登録していただければ、宴に関する操作方法だったりそういうのもきちんとウェブセミナーの形で、やるんですよ。おお、いやだってじゃないと紹介してちょきついと思うのよ結構マジで。てかそれこそ皆さんが僕たちが使ってる宴を皆さんも体感してもらえるってこと。あ、そう LINE に登録していただければ僕がどのようにして宴を使ってるかも大体わかると思いますので、そうやってね、まあ、結局自分が体験してみるのが一番早いよ。いやそうね。あ、なるほど天才かってなるから。いや多分ね自分でやってみてもわかんないと思う。あ、難しいから。だからちょっとまあ実際にねウェブセミナーとかもやりますので、こちらも無料です。宴の14日間無料なので、ほんとお金も一切いただいてないんで、そちらについてはですね安心していただけたらと思います。ということで今日はですね、はい、SNS マーケティング副業で不労所得を作りたいということで宴についてお話をさせていただきました、はい、ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。